はい、こんにちは。今回ですね、リクエストで、文房具をどのように、収納してますかというね、質問が来ていたので、それに答えたいと思います。廃盤シャーペンの、袋入りを除く、全部紹介した動画はあるんですけど、そこに登場したね、シャーペンたちはですね、無印の5段のアクリルケースに、その中にね、画用紙を蛇腹折りにしたものを、入れて、収納してますね。はい、2段があります。で、中身はですね、ここはですね、新しめのシャーペンとかですね、購入して、行き場をね、失ったシャーペンがここにね、ずらっと入ってます。で、買った時にですね、袋がついてきているものもあるんで、そこまでね、擦れてね、傷つくようなことはね、ありません。で、ここですね、はい。下から2番目はですね、ペンテルの限定とか、廃盤とかですね、はい、左側はですね、グラフ線とか、グラフギア、P365、スマッシュとか、クセスとかですね、はい、内田とか、セーラーとかですね、はい、でここがですね、ニューマンとか、まあ、コーリンとかですね、はい、これはトツですね、はい、これがですね、トツのシャーペンです。でここがですね、主に三菱鉛筆を置いてます。はい、でここがダブルノックの、感じですね。はい、でこの一番上がですね、海外製品の、廃盤とかですね、右側は、ドラフィックスとかモノテックがあります。そして、左側は、そこまでね、レアではないものを、まとめておいてますね。はい、ここがですね、パイロットの、シリーズがあります。で、ここら辺には、プロヨシ357とか、まあ、ズームとかですね。まあ、あります。ここがですね、もう適当にね、いろいろ入れてますね。はい、ここはですね、ちょっと太軸で、機能が面白いものもね、ありますね。はい、ここら辺がですね、オートマチック機構がついた、シャープペンシルとかですね。はい、でここがですね、カラフルなデザインの、安価なシャーペンとかですね、はい、入れてあります。で、ここはですね、まあ、製図用とかですね、はい、よく使うグラフペンシルとかで、ここに置いてます。で、これが富士コロナとかですね。はい、で、これがですね、ニッキーさんがね、考案された、セリアで、売ってるアクリルケースに、シャーペンをしまう感じですね。はい、でこれをですね、ちょっと僕はね、ちょっと工夫をしまして、で裏がですね、金属で、ネジで留めてありますね。はい、でこれ結構ね、作ったんですけどね、引っ越しする際にね、処分してしまいましたね。はい、で処分した代わりにこのケースを付け加えた感じですね。はい、で、左側はですね、一番下が、カタログとかですね。はい、結構持ってたんですけどね、あんまりカタログがね、置いててもしょうがないということで、ここまで数を減らしました。で、この段がですね、ラミーサファリの、万年筆の限定ですね。はい、今年はですね、何でしたっけ、ファーストカラー、テラコッタオレンジサバンナグリーンが発売されるのが楽しみですね。まあ、ここだけね、これだけの量持ってるんで、もうね、買わなくていいかなと思いましたけど、さすがにね、あの2つは買っちゃいますよね。はい、でここはですね、シャーペンとか、細軸のラミーとかですね。はい、これはですね、クマちゃんの、サファリのボールペンですね。はい、ラインのブラウニーとかいう名前でしたっけ。まあ、そんな感じですね。はい、でここがですね、100均で売ってる、引き出しみたいなんですね。はい、ここにですね、
メーカーの名前があるのはですね、昔はですね、あの社名ごとに、安価なシャーペンとか分けてたんですけど、もうそんなことしてる場合ではないと思いまして、消しゴムとかね、むちゃくちゃ詰め込みましたね、こんな感じ。一回開けるとね、出すのがね、あの入れてしまうのが難しいんでね、あんまり開けるとですね、戻せなくなるんで、外側から移しますけど、まあこんな感じにね、廃盤の消しゴムとかね、こんな感じに入れてますね、はい。で、左側も、消しゴムですね、はい。よくここまで集めましたよね。そう、文房具屋に行くとね、何も買わずに出るのはちょっとね、あまりにもね、気の毒ということでして、まあ買ってましたね、はい。まあ、最近メルカリでね、効率よく収集されてる方はね、あんまりね、あの消しゴムとかは持ってないのかなと思ってたりします。でここはですね、写真とかですね、はい、あれですね、はい、モノテックについてくるあれです、とか、まあ、ハイポリ回しとかですね。でここが、コーリンのあれですね、はい。このね、棒が厄介なんですよ。この棒がね、つっかえたりするんで、ちょっと待ってくださいね。ここがですね、肥後の紙とか、まあ、マッキーの定規とかですね、はい。で、芯ホルダーの、芯もね、ホモがあります。こんな感じですね、はい。で、シャープペンシル、安価な、シャープペンシルは、ここにね、ぎっしり、詰め込んでますね、はい。で、ここがですね、蛍光ペンとかね、もうほぼ使わなくなったようなね、ものがね、詰め込んでありますね、はい。で、ここはですね、コーリンの、鉛筆ですね、はい。でここにですね、最近買って放置していた、シャープペンシルがあります。で、この上にあるのが新しい目で、限定とかの、箱付きのね、シャーペンが、詰まってますね。でデルガードとか、レグ、再販されたレグの箱とか、シンメトリーとか、まあ、そんな感じですね、はい。ここにね、あるのは、まあ、新しいのなんで、まあ、そこまでね、珍しくはないかと思います。で、この箱がですね、箱買いした時のね、消しゴムとか、バーバリーケリーと、ここナビーピックアップで、最近発売された、ケリーのありますよね、銀と金のやつですか、それがありますね、はい。ラミーのメモ帳がありますね、はい。でまあここはですね、机ではなくて、タンスの上に置いてるんですけど、私はですね、机の上に置いてると、なんか気が散ったりね、ほこりが溜まっちゃうんで、まあ、タンスの上に置いてますね。はい、でここはですね、光が、太陽光がね、あまり直接当たらないんで、日焼けとかの心配もないですし、まあ、置いてますね、ここに。で、これだけではない、ないんですよ。でちょっとね、右側にですね、あんま映せないんですけど、置いてるんですよね。ここもまた文房具なんですよ。ここがですね、鉛筆とかですね、一番下がですね、バラの鉛筆を、ジップロックに入れて、詰め込んだものですね、はい。で、左側が、鉛筆、箱付きの鉛筆があります。はい、ここもですね、ヨット鉛筆とか、コーリンとかがメインですね。でここハイユニと、缶の、色鉛筆とか、ここはグラフペンシルとか、カベコとか TZPSP5 の箱とかですね、はい。まあ、ここニューマンとかラミンとかですね、はい。まあ、いろいろありますね、はい。筆箱ですね、メタフィスローカスとか、あ、ここですね、エルゴノミックスの、
袋付きの、やつですね、はい、あとですね、あの昆虫採集キットとかあるんですけど、文房具屋さんにですね、面白いものがありまして、注射器針のついたね、ものがあるんですよ。でそれ結構ね、昭和で売ってた、ものなんですけど、今だと考えられないようなね、フォルムアルデヒドとかね入った薬品が入ったものもねあるんで、まあ、使いたくはないですけど一応ね、買いました。でこれがですね、神戸限定だった、スティックのりの、やつですね、はい。でここはペンテルのね、PG5 とか PMG とかですね、はい。この2つはですね近所にね、めちゃくちゃあるんでね、儲かるんですかね、メルカリとかで売ると。ちょっとやり方わからないんでね、ちょっと考えてるんですけどね、はい。でここはですね、長い、ね、鉛筆とか、ホッチキスとかですね、はい。でここに文房具の本がありますね、はい。普段使いしてるのはですね、机の引き出しとかにしまってるんですけど、そこまでね、面白くはないかと思いますんで、この辺りにしたいかと思います。でですね、リクエストあればなんですけど、めちゃくちゃ時間かかると思うんですけどね、全文房具紹介とかもね、やってみたいなと思ってるんですけどね、何時間かかるんでしょうかね、はい。では、この辺りにしたいと思います、ご視聴ありがとうございました。また次のね、動画も見ていただいたら、嬉しいです。手ぶれもひどかったと思うんですけど、今回のね動画もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではさようなら。